この後の大作コーナーがもっと盛り上がったものになるように、僕の曲は応援歌が多いんですけども、何かにチャレンジしようとしている人、夢を持っている人、そんな人を背中を押すような、そんな曲もう一曲聴いてください。オーバーユー。Thank you.
申します。よろしくお願いします。だって、バスケットは見たことは、ちなみに実際生で見るのはこのアルバイト初です。今日初めて、初めて選手が来る前にもうコートの中央立っちゃったスーパースターは違うね。今日の背番号もね、手の下でちゃんと、ね、はい、ちゃんと絵を行って、はい、作ってみました、はい、ただ、なんか SNS 見てたら結構我々の YouTube を見てきてくれたんですよね、はい、あのほぼ見当たりましたよ。昨年の大晦日 の、はい、あの2年生の琉球との初戦 の、はいはいはい、あの舞台裏見て、はい、俺うるって言ってました。めちゃめちゃ見てますね、はい、めちゃめちゃ見ましたよ。なんか気になる選手がいました。いや、やっぱりちょっとベタで申し訳ないですけど、はい、コブス選手、あ、やっぱりこうチームのエースというかが好きなので、ちょうどその動画では怪我明けで、またチームに合流してっていうところも見て、はいはい、やっぱりエースが戻ってきたら、はい、あとそのチームの雰囲気がめちゃくちゃいいですね。いやー、よく見て、俺もさまざまなスポーツ触れてきて、ああいう感じなんだと思って。いや、そうなんですよ、はい、深く見てくれてますね。見ました、もちろん。楽しいですね。知ってきた方が楽しいので、はい、僕自身、嬉しい、はい、さらに今日のハーフタイム、はい、スペシャルラインもあるんですよね。はい、もちろん、その後はね、第3クォーターがよりこの熱い試合になるように、はい、まあ、アーティストですから、はい、歌とパフォーマンスでバッチリ選手にいいバトンを渡したいと思います。よろしくお願いします、はい、ではもうここからちょっと皆さん気合い入れていただきたく、はい、では皆さん、瀬越さんがアルバイトと言ったら皆さん大きい声でウィー、これは声出し OK ですので、よろしいですか。では余裕全体で、では瀬越さんお願いします。じゃあいきますよ。